小屋さん、鳥さん、はい、イトヨカドカクワ店着きましたね。あのお二人はここ来たことあるんですか？私は初めてです。なるほど。まだお二人ともそんな感じなんですね。ちなみにこっちがアリオで、こっちがイトヨカドです。はい、行きましょう。これですよ、これ。へえ、この電車がまたおしゃれですよね。レフ鉄道号。レフ鉄道号、今までありがとう。最終日？終わんの？ショックやん。最終日4月16日は終日無料乗車とさせていただきます。レフ鉄道終わんのやん。マジっすか？あらら、寂しい。あの本当にね、かっこよくてですね、こんな感じで綺麗んですよ。なかなかおしゃれで、これ終わるん知らんかった。知っとった？知らんですね。なかなか、まあ、バッドタイムでもありグッドタイミングでもあるというか、なんかね、これ買い物したら無料で乗れるからなんですよ。なんかシステム書いてないですかね。どっか受付終了になってますけどね。でも土日運行してるもんね。ね。いや、乗ることになりましたよ。はい、じゃあ買ってください。この可愛いよね。今ね、300円。なるほど、ありがとうございます。300円で乗れる。で、切符を。アリオ、周年祭なんや。なるほどね。はい、これが切符です。これハッピーもあるんですね。電車のハッピーがね、ね、可愛らしい。ピンクとオレンジでね。ちなみにこれって動力は何なんですか？電気？そうですね、充電して。ああ、電気で走ってる。これね、中走るじゃないですか。下になんか線路ずれんように仕込んでたり、そんなんないんですよね。へえ、じゃあ本当の手動なんですね。あ、ライトもついたやん。ライトつくんや。本格的やん。ちょっと今出庫点検中です。映しても大丈夫ですか？これは出庫点検中。そうですね。おお、出発進行。あのちゃんと安全面を配慮していただきながら、私も引かれないようにします。あ、ここで U ターンすんねや。これ曲がるの難しいですよね。ねえ、おお、迫力。もうね、ちょっと事情あって誰も乗ってないんですけど、ちゃんとお金をお支払いして運転してもらっています。ちょっと待って、前追いつかなか。すごい。すごい迫力やん。このライトがいいですよね、またね。いや、迫力ありますね。やっぱりあれですね、買い物してるお客さんみんな立ち止まって見ますね。ね。あ、今度こっち。なるほど。はあ。これ何キロぐらい出てるんでしょうね。キロは分からへんか。ね。これやっぱり土日ですよね、運行はね。今日と明日と16日土曜日がラスト。あ、じゃあ16日曜日か。はい。みんなが見てます。い
やー、イトヨカドカクアテを一周しますね。これはちなみに運転するのは別に資格も何もないんですよね。そうですね。はい、この急カーブですね、ラスト。ぶつからへんの。運転うまい。すごい。これでもあれですね、安全運行のためにね、結構気使いますよね。そうですね。ね、お子さんとかぶつからないようにせなきませんもんね。おお、迫力よ。ちなみに運転手さんはだいぶ運転したんですか。ああ。しかしハローズガーデンさんってすごいな、こういう企画するんね。ちなみにこういう鉄道って他のハローズガーデンでも走ったりしてるんですかね。結構によってはい、まもなくベフ鉄道が最終となります。あ、お子さんが手振ってますね。完璧停止位置。 お疲れ様でした。ありがとうございました。すいません、本当にありがとうございました。